はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、マインクラフトの続きやっていきましょう。うん、前回ね、廃校見つけたんで、今回はその続きやっていきましょう。はい。エイシン君結構ロストしちゃったので、うん、チェストの中に結構防具とか入ってたと思うんで、そこを持ってっちゃってください。あ、本当だ。いっぱい入ってる。あ、ゾンビの声が発足したよ。緊張したかも。食料持ってくるの忘れちゃって。体力がないっていう。子供ゾンビの声がしたよ。したね。下行ってみようか。行った？うん、ここ投げるよ。取れた？取れた。Okay. パン3個。ありがとう。お、こっちの辺は洞窟だね、完全に。そうだね。これちゃんは廃校じゃない部分だ。無垢採取洞窟。お、金鉱石あった。おそ、よかった。あ、ここはもうこれでおしまいかな？あ、おしまいだ。あ、おしまい？おしまいっていうか、でも繋がってはいるな。繋がってる？お、びっくりした。本当だ、繋がってる。で、金鉱石だけ取ったらしくて。あ、やばい、やっちゃった。松明を。え？松明。松明取っちゃった。取っちゃった？うん。一個無駄になっちゃった。ちょっともう、鉄の、ツルハシが残り少ないから、これ。そっち繋がってるよね。繋がってるんだけど、間違えて松明を取っちゃった。取っちゃったっていう意味を、置いてきちゃったの？うん。あ、まだ繋がってんな、こっちも。繋がってる。あ、でも、終わりだ。鉄鉱石があるだけで。これあれだよね。松明でやって、松明すぐ置けば、あれ？あー、しくった。まあいいや。これ繋がってんのかな、お前。繋がってるっぽいよ。え、何の音これ。今、はーみたいな音したんだけど。え、嘘？いや。え、何の音？それは僕知らない。はーみたいな音したんだけど。知らない。え、なんだろう。え、なに？この世界のお化けってこと感じ？いや、そうじゃないと思う。え、なんだ？ここもあるね。あ、ちょっとえちゃん、そこどいてくれる？これで一気に片付けるね。ほら、松明を片付ける。これなんか怪しくない？この怪しすぎ。怪しいよね、砂利ばっかりだよね、これ。なんかあんのかな。絶対あるっしょ。あ、終わっちゃった。終わっちゃったな。いや、まだある。ああ、繋がってた。おっと、それだけ。なる。あ、ごめん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 。ひどい。ごめん。な、大切なライフを。ごめんごめんごめん。パワー、じゃあ食料ちょうだい。え、もうなくなっちゃった？3個で終わりだったからね。はい。無駄に使っちゃったこのタイマーと対処する。なんだ、ちょっと残念だな。これが結果だったね。こっち何？さっきに続きか。あ、じゃないわ、廃校の途中だ。嘘、うん、途中だった。途中だね、掘って掘った回があったんじゃね。そうだね。なんか下にある。下に怪しいもの。怪しい、下が。ねえ。上もある、あるっぽいな。ああ、上絶対ある。あ、多分、大抵ああいうとこからゾンビが落ちてくるんだよ。そうだよね。開きやすい。なにここ？前のとこだ。確か掘るとマグマになってんだ。え？あ、クリパクリパ！え？
助けて。来ないでこっちに。こっち来ないで。ここどこ？ここね。あ、助けて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 。あー、死んでしまった。嘘でしょ。何もない。戻っておいで。あー、やべ、ウィッチの声がした。最悪、エンダーマンがいる。どこで爆破されたのじゃん。あ、ここだ。ワープ機能とかなんでついてないんだろう。あー、スパイダーいるな。クリーパーに爆破されたんだよ、さっき。ちょっと一人で行くから、もうどこになったかわかんない。あ、これあれじゃん、前のあの土のところの近くだ。そこで爆破されてた。ある？全部ある。あ、よかったね。なにここ、なんでクモの巣が。ふぅ、一旦。あ、誰誰、どうしたの。あ、やばい、ちょっと助けて助けて。あ、やばい、ちょ、パパもやばい、やばい。ゆーちゃん倒れちゃったの。ゆーちゃんまたやっちゃったの。うん、オッケー、倒したよ。ありがとう。うわ、危なかった。ゆーちゃんのこの何、経験値がふわふわ浮いてて怖いんだけど。え、まるで魂みたいな。経験値取んないで。取んないけどさ。怖い？怖いよ。ね、すごいするね。お、またエメラルド発見したよ。エメラルド？よかったね。あ、二つもある。そう、よかった。終わってしまったね。エメラルドの収穫あったか。何こう。あ、痛い。やば。はい。結構やってる。あれで、何？あれ、またやられちゃった。やばい、ほんとに。うん。シールドしてたんだけどやられちゃった。あらら、またやられ、今回僕がやられまくって。いや、前回もだよ、じゃん。前回もすげえやられまくってたよ。やばいやばい。あ、これでおしまいだ。あ、そのあたりだよ。あ、いた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 、上。はい、渡すよ。はい。はい。水の流れをちょっと止めておこう。シュイと。ああ、そうだそうだ。ここまで行ったんだ、そういえば。そうそうそう。パパ結構進めたんだね。あ、ない。続きがないっていう。そして、階段になってる。あ、なんかいる、なんかいる。なんかいる？あ、違うか、いなかった、いなかった。このクスパパどこ、下、下行った。下、あっちも廃校的になった。まだ廃校だな、あるね。残ってた、残、うわぁ、コウモリ倒そうとしたら。ああ、金鉱石。え、じゃあ後ろにいるの。うん、あのやべ、スポナー、スポナー、ゾンビスポナーだ、あれは。ゾンビスポナー発見？いや、これは貴重。あの、なるほど。ゾンビの声がいっぱいしたの。そういうわけか？気をつけて、じゃん。オッケー。ちょっとね、一番やばいのは、あのね、もう松明がない。まさかの。松明が
まさかの松明がないんで、ちょっと一旦避難して。どこにパパは避難したの？どこに？反対側、反対側。こっち。これでちょっと今ね、松明を作っちゃうから、一個作ったら16個ある。なんで、この16個で埋めちゃいましょう。はい。頑張って。いや、頑張ってじゃない。君は助けてくれよ。わかった。あ、これちょうどこいつここにはまってんの、ほら。ほら。あれ？いいの、まだ。まだ来た、まだ来た。よし。チェスト発見。やったやったやった、初めてだよ、グイちゃん。ゾンビのスポナー初めて見つけた。これ、全部こうやって。はい、オッケー、やったいい加減だ、やったー、初めてだわーい。金の馬乗るやつが入ってた。あ、ほんとだ。あとは金鉱石とか、かぼちゃの種。かぼちゃの、うわー、貴重なものがばっか。レコードもあったね、こっちは。あ、金のリンゴ合ってる。金のリンゴ、超レアじゃん。やったねー。あ、ほんとだ。超レアだよ、金のリンゴ。かぼちゃの種も取っておこう。おー、鉄リンゴと。よし、これは嬉しい。ちょっとさ、うん、次回はここにトラップ作ろうよ。うん。ねえ。いや、やったー、粘ってやること。トラップを。粘ってやってよかったね。うん、よっしゃ、じゃあ、とりあえず帰りましょう。うん、あ、川装備のゾンビが回ってた。無事に帰ることがすごい重要、今。うん、ちょっと待って、金鉱石いっぱいあるここ。え、あ、そうだよ、そうだよ。え、金鉱石そんないっぱいあった？金鉱石いた？はい、じゃあ今日はこの辺りにしましょう。うん。マインクラフト、また久しぶりにやったところ、なんとスポナー、ゾンビスポナー初めて発見することができました。うん。めっちゃ嬉しいんだけど。すごいよかった。めちゃめちゃ嬉しいね。周りのチェストの中にもいろいろいいものがいっぱい入ってた、ね、入ってたからね、うん、ちょっとこれはこの直後にすぐにこのうちのチェストにしまっておきましょう。はい、ロストしたら最悪だからね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで次回はスポナーの周りにトラップを仕掛けましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。